刻は何時ですか？8時10分になりました。お久しぶりです。今日はここじゃ工藤山駅にやってまいりました。久しぶりでしたね、電車に乗るのがね。はい、今日はここで年末に、奥の院で、お参りしてちょっと早めの初詣ということで、行ってみたいと思います。今日はこれからですね、GoPro Hero 9を購入しましたので、ちょっと皆さんにお目にかかりたいと思います。風の木ボヨン。これもともと本体についてたのはバッテリーが1個と、外のケースがなくて、この本体がね、にもうつけれるんですよ、棒ね。はい、はいはい、はい、これを使って今日は撮影します。はい、はい、今日は町石道を行ってみたいと思いますね。町石道から、はい、はい、約20キロぐらいかな、はい、の道のりです。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。おう、ここで新宇橋東詰め、はい、ここに標識がある。あ、本当本当。ちょいちょいね、あそこのほらほら、あの石碑みたいな目印書いた。いやー嬉しい、脱出、脱出大阪。なるべくね、あまり人と接触しないようにね、お参りして帰ってきたいと思ってます。はい、工藤山はなんで工藤山って言ってる。9回お参りしたい。なんで工藤山って言ってる。違う違う。9回お参りしたい。弘法大師のお母さんが今から行く下道尊院に行って、弘法大師のお母さんが今から行く下道尊院で、高野山には行かれへんから、弘法大師が高野山に行かれぐらいお母さん、弘法大師が月に9回ぐらいお母さんを。週2ペースやね。へぇ。週2ペースやね。おお、ここにも書いてある。やっぱなんか案内丁寧になった、うん、はい、8時27分です。自尊院に到着しました。女人荒野、はい、何キロですかね。1.7 キロです。はい、ああ静かだね。乳がん撲滅、はい、最初の回転、はい、はい、180兆です。はい、ここに、こっちから行くときの一本目があります。180兆です。はい。ここで撮ってるからいい。はい、ここに、だんだんとこう、こっちから行くときの大門に近づいていくっていうのがね、この道のいいところでね。はい、
早い発言で。179です。意外とすぐあるよね、これ見逃すよね。うん。はい。はい、時刻は8時39分です。はい、駅から2キロ。こちらに、お手洗いがあります。はい、駅にあるのと、神社に行くまでに舗装路に1個あるよね、公衆トイレ。18丁です。はい。割といいペースで出てくるね。この古いのから新しいのからいろいろあるんですよ。176丁です。はい。なんかね、ちょっと分かりにくい感じで立ってるのもあるからね、全部見ようと思ったらちょっと注意が必要ですね。ここちょっと隠れてます。はい。なだらかな登り、コンクリ道が松は続きます。173丁そうだね。え、もう山頂か。なんか抜けてないか。まだ抜けた。わからん。何書いてるかわからん。172丁のはずやね、本来ね。うん、歴史あるやつはちょっともう分かんないよね。あ、でもここ12って見える横に。ああ、172見える見える。これが173やで。後できちんとカウントし直してみましょう。ここなんかいいね、ひっそりしててね。うん、はい、はい。8時50分になりました。距離は 2.8 キロ、172丁です。はい、竹林に入ってきました。竹林がね、足元はまだコンクリです。はい、神地さん、学校の方どうですかね。あ、おかげさまで楽しくやらせていただいております。はい、基本は楽しい、ちょっと苦しい、ちょっと勉強わからんって感じですかね。毎晩遅くまでやっておられるみたいですけど。ね、もうちょっと真面目に生物とか科学とか勉強しとけばよかったなと思ってますが、あとの祭りですね。なんとかこの冬休み中に巻き返していきたいと思っております。だし巻き特訓もね、ちょっとずつ上達してるんじゃないかなと。はい、同製フライパンで、卵焼き器で焼くやつですね。そのうちまた公開したいと思ってます。はい、はい、ありました。もうすぐですよ、これ。何書いてるか、いや、分からん。まあ、171のはずやね。あ、分かるやん、71。はい、いっぱいあるね。いや、こっち半年か。怖い米や、これ。あ、ありました。170ね、170。170を過ぎるとちょっと坂が、勾配が急になってきます。ね、この180の中の道のりの中でも、はい、ここが一番きついかもわからんな。え、そう？そう。矢立てじゃやすいか。矢立てやすいな。ところもちょっときついけど。
何書いてるか分からない。169だね。ここにここが169って分かります。こうやってちょいちょいね、景色が開けて目を楽しませてくれます。もう少し行ったら展望台があります。はい、168丁かな。76。もうそうやな、なんかちょっと一個飛ばしたんじゃないかな。難しいわこれ。そうやろ、うん、さっき、うん、結構距離あったからね。高見山やって。おお、高見山ってあるか、あのマッターホルンか。そうやろ。へえ、ちょっと見えへんな、うん。岩脇山。うん。ちょっと本郷線な。夕日の道やて。うん。9時6分です。距離は 3.7 キロです。はい、調子は早くもコンプリートならずな予感です。一個見逃しているような気がします。いや、ありました。よかったですね。あ、豊作100円です。では、はい、はい、お代金はこちらに入れます。100円、200円。もうね、何かに気を取られてたらすぐ忘れますね、石のことなんて。163になっておりますね。飛ばしてるような気がするな。もう完全に飛ばしてるやろ、そら。もうええわ。今日は完全ではありません。できるだけ取ろうですね。はい。はい、早くも下方修正されました。はい。ラインマンまで17キロです。ジャルマニアのはずないけど、あったあったあった、これ。コンクリートでなくてもなるべく使わせよ。はい、おピポン、162。はい、こうちょっと奥まってるんですよ、これ161。うん、ね、ほんまね、どうなった160。はい、ここ分かりやすかった。はい、9時18分です。はい、やりました、159です。足元はこんな感じで、この道に入ってきてます。あ、でもなんか100、そうやろ、でも距離的には159、158のはずやで。うん、150何歩って書いてあるわ。8や、きっとそうやで。158。はい。ちょっと見えづらいね。150なんちゃらって感じ。
作業員につかみ取りをさせたんやって。ああへえ。どれ？ここの上に お金置いてあるもんな。大きな手のものでも小さな手のものでもつかめる銭の量は大差なかった。んなんかあれやな、教訓的やな。はい。そしてその先にあります。あそこですね。はい。155のはずですがどうでしょうか。これでちょっと抜けてるとあーって感じになりますね。156。おかしいな。もう数が読まれへんよ。154。あれ、155は抜けたかな。うん。はい。それ綺麗やな。鳥居があるわ。151ですね。だいぶ飛んでるじゃん。だいぶ飛んだね。だって結構歩いた気するもん。なかったで、ね、でも。151番で飛んでしまいました。これは分かりやすい。150兆ですね。150兆。はい。次は140兆台に入ります。はい。140兆ですか。149です。はい。ここら辺はね、なだらかゾーンでちょっと走れる感じなんです。うん。じゃん。148です。接待場。接待場。はい。弘法大師、入場されたのが835年3月21日なんですが、この日高野山で行われるは。あ見えく、うんはあはあ、ここで接待されたんやね。へえ。石像があり、石像を拝むと東高野山奥の院の細かいやどこにあるんや。あ、これえでもこれお地蔵様やで。とりあえずどこ。ちょっとよくわかんないですけど接待バラ。はい。気づいちゃったよ。忘れとった。147です。はい。とか火とかなんか。141。こんにちは。139のはずやで、うん、もう見ることもかなわんが。うまい。そうやろ、うん、130番台ですね。おこしー渋いなこの字なんか。138。まもなく10時になろうとして、はい、これがね、こういくやつなんやけど、こっちやから。よく見てください、ここ。
六本杉です。そうですね。こっち行っちゃうとあの新津姫神社の方行くからね。こうぼーっとしてまっすぐ行かないように注意です。こっちです。はい、距離は？距離は、ま、6.9 キロです。はい。はい、現在地ここね、長州道こっちだって書いてます。はい。こっち行くとなんかとんでもないとこ行っちゃうんで気をつけてください。はい、二つ鳥を目指します。はい。何かし。難しいな、この調子道、完全制覇は。絶対単語帳いるで、めくりながら。はい。あと29。はい。この2はちょっと難しいね。難しい。5っぽいね。わかる。わかる。25。朝かな。あ、これ来るやん。うん。あ、完全に124。ほんまや。2がなんかこの甘いっていう感じの字やね。上小沢駅まで 2.5 キロ。リタイアするとしたらここやな。体調不良とかね、あるかもしれないね。そしてこれ夜景のスポーツタイプなんですが、これ後ろがスナップボタンになってるタイプで、なおかつこれ耳カバー、ここの耳の上が日焼けするのをやるためにこの耳カバーがついてるんですけど、これだと安定感が増すんですよね。ここでこう視点があるから。でなおかつ耳が冷たくない、うん、この鼻もいつも通りここ息できるしね。これね、この季節にすごい本領発揮中。なんと男性がしてもこのようにちょっとかっこいい感じになります。140?123? いい加減になってきました。だんだん面倒くさかった。昔終わっちゃったんかな、道。今も知れんな。あんな上にありました。二つ鳥居です。116です。10時31分になりました。距離は間もなく10キロ。
こちらが超石道神田便所。あ、ゴーダって言うの。ゴーダですね、うん、ゴーダ便所になってます。神です。まさしくその名の通り神でした。もうね、ちょっと降りてこなあかんのやけど、うん、こちらとっても綺麗なお手洗いです。純吉、うん、さんどっち行きあるんですか。帰るんです。いつもやってしまうね。こっちから来ました、はい、でこっちがトイレに降りれます、はい。あ、ここに書いてある、50メートル先トイレって。あ、ちょっと目立たんけどね、うん、で、ありがとうございましたこれを言って、はい、で、こっちです。はい。111なんで？ちょっと近い。これは違うんですよ、こっち。どっか移動させたんかな。108かな。103ちゃん。なんで7なんで。それ飛びすぎやで、なんぼなんだよ。あそこ104、104やな。さっきのが5やったやな。お横さんも103やん。出ました、100兆。ここを境に99兆やからね、うん、ちょっと嬉しいね。